さて、博物館。あれ？博物館！ちょっと待って！博物館立ってるよ。どういうこと？歓迎セレモニーは？まだやってないよ、僕歓迎セレモニー生放送で一回も。え、ちょっと待って。勝手に博物館立ててさ、もしかして僕以外で歓迎セレモニーやった感じ？あ、博物館立ったね、よかった、おめでとうみたいな感じで、何もなかったようにそこに立ってるけど、え、前回立ってなかったよね。こんにちは。ほほ、これはこれはルーさん、いかがですかこの立派な姿。何も変わってないかな、特に。ちょっとまあ強いて言うなら、くちばしが取れそうっていうのくらいかな。なんかおもちゃにつけてる感じある。おかげさまでカツオと中博ちょっと中島まで言ってあげて、しまっちゃんとしまってつけないとさ、カツオと中ってまたなんか別な意味になってくるから、カツオと中博物館をオープンすることができました。それもこれもルーさんの寄贈のご協力があってのことを、改めてお礼を言わせていただきます。なんか本当にお礼してほしい。お礼言うならさ、歓迎セレモニーに呼んでよ。ダナモくんもさ、一切言ってくれなかったじゃん。今博物館できたよとか、いつ立てたの？簡単に館内の説明をさせていただきますと、あ、もしかしてあれなのかな、立てた次の日に本当にログインしないといけなかったのかな。左右と地下それぞれの入り口は、これまで寄贈されたコレクションの展示室へとつながっております。そうそう、それから、あ、皆さんにより快適にご利用いただけるよう、今後は寄贈の際に1点ずつではなく複数種類まとめてのお預かりもできますと。前回もでもまとめて回ってなかった？てか、皆さんっていうことはさ、みんな集めてくれるのかな？ 4 号とかがなんか持ってくるってこと？それちょっと楽しみ。ふーたに話しかけて何か起こるんじゃない？本当に起こるかな？今話しかけてるけど、なんかそんな様子ないよね。あー、お礼はしてる、お礼っていうか感謝はしてるけど、まあ、君は歓迎セレモニーに呼ばないよ、みたいな雰囲気なんだけど。では、ぜひとも自慢のコレクションをご覧になってくださいね。ちょっと待って！君たちさ、この島の、なんていうの、村長である、私めを呼ばずに歓迎セレモニーをやったというのかい？それは許されざることではないだろうか。ちょっと待って、ダナモくんに聞いてみよう。ちょっと4号、話を聞かせておくれ。どういうことだい、これは。お前しばらく見ない。なんか若干責められてるね。あ、本当は歓迎セレモニーあったけど、しばらく見ないうちに、ってことは、お前が来なかった間やったよみたいな雰囲気を漂わせてる。特に変わってないな、コング。じゃあ言うな。ちょっと待って、博物館どういうことですか？私が建てたようなものではないでしょうか、あれは。ルーさん、どうもどうも。何か僕に相談というかさ、逆に言うことがあるんじゃないの、君たちは。なんなら僕に相談するべきだったんじゃないの、あの博物館建てるかどうか。何でも気軽に聞いてちょうだい。ないんだけど。ないんだけど。ふーたさんについてがないんだけど。そうだなもね。ルーさん、お店の建築。そうやってすぐさ、自分の利益の話ばっかりしてさ、僕はどんだけワクワクして博物館待ってたと思うの。そのために10種類の魚とか虫とか化石集めたの。わかってる？まあ、つぶきちは悪くないとして、君たち二人悪魔だな、絶対。お店の建築資材の件、僕からもよろしくお願いするだなもん。しょぼい斧は販売もしてるか？あ、買えるんだ。必要なら買ってちょうだいね。まあでもちょっと割高だし、その辺で手に入る材料で自分で作った方が早いと思うけど。何笑ってるんだ、お前は。材料の木の枝は木を揺すれば落とせるし、石は岩をスコップや斧みたいな硬いものへ叩けば切り出せるだなもん。それを作っといてほしいな、こんななんか言って。二人とのんびりと、ああ、今日もすることないな、暇だなーって一日過ごす、ニート生活するくらいならさ、ちょっとくらい僕のこと手伝ってもよくない？思い出した？そういえば掃除中に拾った石があるから、ルーさんにあげ、そんな石っころの話じゃなくてさ、でっかい博物館が立ってるでしょ？こいつ博物館の俺に石渡してきた。どこの世界、5歳くらいの男の子が喜ぶようなものじゃん。しょぼい斧作りの材料に役立ててくれたら嬉しいだのも。じゃあ斧ちょうだいよ。4号くん、君歓迎セレモニーをやったらしいじゃないか、僕抜きで。どういうことだい？しかもそのセレモニーがあった話さえしてくれない。そこまで仲間外れにするのかい、君。そういう君にはこれを。あ、よ、相変わらず元気そうだな、コング。
そういう君にはこのパチンコ、あれあれこれ上にしか飛ばせないのか、見舞いして、やばい、バレた。おやる、久しぶりじゃないか。ちょっとさ、博物館の話してほしいな、せめて。1週間、あーバレてる、1週間顔出してないって。ちょっと待って、日付変えてさ、昨日っていうか博物館建てた次の日の日付にすればセレモニーあるかな。さては家の中でずっとテレビ見てたんだろう。パソコンの修理出してたかな。リアルな話、ずっとパソコンの修理出してました。あんたね、んなことするな、うちを誘ってくれよ。だってさ、